それじゃあ今度はですね、相手の上段回し蹴りをかけて、そして下段回し蹴りを返す、こういった受け返しについて紹介してみたいと思います。はい、この相手の上段をかける動作についてはですね、過去にも何度か、この動画の中で説明したことがありましたけれども、改めてですね、まあ、今回初めて見る方もいらっしゃるかと思いますので、少し、説明してみたいと思います。まずですね、相手の上段回し蹴りが、例えば相手の右の上段がこちら、また自分の顔の方に、ね、来たとします。上段が来たら、まずこの上段が来た側の手が止める役割になります。上段が来たら、来た側の手が止める役割、そして反対の手がかける役割です。はい、かける方の手が前に来ないと、自分のこう後ろ側に来てしまうとですね、相手の足をかけようと思っても自分の腕にぶつかってかけれませんので、必ずかける手が前側に来るようにします。まあ、そのために今まで紹介した受けに関しても、必ず手がですね、こうではなく、こういう形、受けた側、来た側の反対の手が前に来るように、行ってきたわけですね。そしていよいよこの形からこの賭けに入るわけですが、今言ったように必ず賭ける手が前側に来て、相手の足を引っ掛けるような形で、相手を崩せるようにしてください。ね、来た側が止める手、反対の手が賭けて崩す手です。左の上段、こちら側に来た場合には、同じように来た側の手が止める手、そして反対の手がかけて崩す手になります。そして、この返し方ですけども、受けて、かけてですね、かけて崩したら、その相手の足の膝の裏に下段回し蹴りを返します。他にもですね、いろんな返し方は、パターンはこうかけて半軸足側に返したり、かけて突きを返したり、いろいろパターンはありますけども、まずはですね、最も基本的な、かけたらその相手の足の膝の裏に向かって下段回し蹴りを返す、この動きをですね、ぜひ、覚えていただければと思います。はい、じゃあ今度かける時の、注意点なんですけども、まずですね、相手の足がかけて崩した時に自分の足にぶつかってしまうことがよくあるんですね。そうすると効率よく返せ、自分の技を返せませんので、少し自分自身も足を使ってですね、ステップワークを使って若干足を引いたり、または足を下げたりして、自分の足がですね、相手のこの下ろしてきた足とかち合わないように、少し調節してやる、調整してやるという気持ちで行ってみてください。はい、それじゃあですね、まずじゃあ右の上段が来たとします。それをかけて、その相手の足の膝の裏に下段回し蹴りを返しますね。はい、じゃあやってみます。はい、1、はい、かけて段回し蹴り。はい、じゃあこちら左上段です。はい、2、かけて段回し蹴り。はい、構えはですね、握る開くは自由でいいですが、かける方の手は開いた方が崩しやすいです。はい、右の上段です。3、かけて段回し蹴り。はい、左上段です。4、かけて段回し蹴り。今度は引く形、軒足でやってみますね。はい、右の上段です。5、かけて段回し蹴り。はい、左上段です。6、かけて段回し蹴り。はい、このような感じになりますね。はい、だんだんこういった動きですね、自分の体が、足がスムーズにスッと動くようになって、微調整が効くようになって慣れてきたら、少し今度はですね、そこに今までの受けの時に衝撃を吸収するために、少し、横にずれる動きを紹介しましたけども、それを一緒にやってみます。相手の上段に対して、衝撃を吸収する方向、ショックを和らげる方向にずれながらかけて返します。こちらから来ても同じようにスッと回り込んで衝撃を吸収しながら返す、こういう形ですね。先ほどの場合は、下がる方向で間合いを取って足がかち合わないようにしましたけども、今度は横方向ですね、横の方向にうまくずれることで、相手の足にかち合わない上に衝撃を吸収する形になるわけです。はい、じゃあ今度はそれをやってみます。はい、右の上段が来ました。1、スッと吸収して返す。はい、左上段です。2、スッと吸収して返す。はい、右上段。3、かけて返す。はい、左上段。4、かけて返す。足はこのように
進行方向側の足から動いてもらってもいいですし、反対側の足から動いてもらってもどちらでもいいです。やりやすい形でやってください。はい、5をかけて返す。はい、6をかけて返す。はい、今ですね、こちら進行方向の足と反対側の足と両方やってみましたけれども、これ足の動きはですね、本当に自分のやりやすい形で結構ですから、基本的に相手との、衝突をですね、少しでも緩和させるために足を使ってずれるということ、ヒットポイントをずらすということと、相手の足をしっかりかけて、その足の膝の裏に下段を返すというですね、その一連の流れがスムーズにできるように、ぜひ稽古していただければと思います。はい、それではですね、これも実際に組んだ形でやってみます。はい、それではいきます。お互いで、押す。はい、それでは構えて、はい、じゃあまずは右の上段ですね。右の上段に対して、こちらが受け返しをします。はい、1。はい、今度は左上段です。はい、2。はい、右上段、3。はい、左上段、4。はい、このような感じですね。はい、じゃあまたですね、10分ほど通してやってみたいと思います。はい、それでは構えて、はい、1、はい、際なんですが、どうしてもこの手をかけて下げる要素が入る分ですね、返すときにそのままガードが落ちて手が下がった形で返す形になりやすいというですね、特に初級者のうちはそのような傾向があります。そのような形になると、やはりその後相手の次の技をもらってしまう危険性があるわけですね。例えばこのようにですね、まずは上段をかけました、下段を返しました。この時にガードが、ね、落ちて低くなってしまうと、この相手がこうかけられたその流れから相手が後ろ回し蹴りのようにですね、技をつなげてきた時に非常に危険な状態になってしまいますから、必ずガードをしっかりしてですね、しっかりして仮に、ね、後ろ回し蹴りが来たとしてもブロックできるような形で、対応できる準備をしてほしいわけです。返すときにも、返すときにも次の相手のとの、ね、やり取りの最中にあるということを忘れずにですね、ただ自分が返すことだけに夢中になってしまうとそのような感じになってしまいますから、常に自分が今相手とのやり取りの最中にいて、自分が返した後にもまた次々その展開が続いているということをですね、くれぐれも忘れないように、そこが意識の中から抜けないように注意をしてください。はい、それではこれでですね、上段回し蹴りに対する基本的な受け返しは終了になります。今回ですね、上段回し蹴り受けて相手のこの蹴ってきた時の軸足に返すパターン、蹴ってきた足に返すパターン、そして突きを返すパターン、そして今回やったかけて返すパターン、4つの、返し方を紹介しましたけれども、全ての受け返しがですね、上手にできなくても構いません。そのうちどれか1つでも2つでもですね、自分のやりやすいものをですね、何度も何度も反復して実際の組手で活用できるように頑張ってください。はい、それではこれで今回の動画は終了になります。はい、今回も、ご視聴いただきましてありがとうございました。正面に、押す。